口笛は朝鮮民主主義人民共和国の歌謡曲。作詞は超始め点。作曲は李性。1992年に発表された大衆歌謡である。原本となった詩は1947年に発表されている。確認可能な書出は北朝鮮文学芸術総同盟機関誌、文学芸術第2号であり、同号に掲載された。 超初め点の作品4編のうちの一つが本作、口笛の試作である。当初は歌詞との体裁で発表されたものではなかった。作曲の李想は普天保電子楽団の団長である。本作は同楽団の歌手、全恵栄が歌唱した。韓国の女性歌手キル・ジョン・ファが本作をカバー、アルバムも発表している。歌詞の単意は女性に恋心を感じた男性が、 女性の家の前で口笛を吹くという内容であり、北朝鮮のプロパガンダを含まない作品である。ジャスラックにおいては2018年現在、外国作品、出展、SP、作品コード 0G6 から1581から7、f p a ラムとして登録。作詞、超始めて、作曲、理想であるが、ジャスラックデータベース上では作詞作曲、識別不明となっており、 正式な分担が反映されていない。超初めての死が1951年であるため、日本における作詞の著作権保護期間は満了を迎えている。PDE 状態で登録されているが、2018年現在、状況の詳細が未確定とされており、使用には注意が必要である。ありがとうございます。